ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今日は、冬の夜空に輝くすごい星座の話なんだが、何座だと思う？うん？冬の星座ね。確か、星占いで有名な、牡牛座と双子座があったと思うけど。そう。他に、大犬座、子犬座、うさぎ座、麒麟座、山猫座、なんていうのもあるぞ。へえ。でも、冬の星座で忘れてはいけない、いろいろな意味ですごい星座がある。なになに？それは、オリオン座。ああ、知ってる知ってる。左手に何かかけていて、右手でこん棒を振り上げてるやつだよね。左手にあるのは、捕らえたライオンの毛皮。オリオンは狩人なんだ。腰のベルトも特徴だね。そう。ギリシャ神話で、怪人ポセイドンの子供と言われている人。巨体で剛腕、稀に見る美貌の持ち主で、ポセイドンから、海の上を歩く力を与えられていた。そのオリオン座の、何がすごいの？それをこれから話していくのさ。いろんな話がありそうだね。それでは、視聴者の皆さん、ゆっくりしていってね。本題に入る前に、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いい？何でもいいぞ。星座の名前って、カタカナとひらがなと漢字があるけど、何か使い分けはあるの？おお、なかなかいい質問だな。これ、知らない人が多いと思うぞ。星座の名前は、れっきとした学術用語。1952年に改定された時、漢字を使わないことに決められた。だから、牡牛座じゃなく牡牛座となる。へぇ。カタカナは、日常と同じく、外来語の場合に使う。漢字を使うのは、占星術の世界。占星術では、本来星座ではなく、宮という概念なんだが、漢字を使って、威厳を持たせているようだ。まあ、一般では、厳密に分けてはいないけどな。へぇ。そんな深い理由があるとはね。それじゃあ、オリオン座のすごい話に行くぞ。はい。オリオン座は、トレミーの48星座の一つで、これは、古代ローマで幅広い分野で活躍した学者、クラウディオ・プトレマイオスが書いた、天文学専門書、アルマゲストに載っている星表にある星座のこと。プトレマイオスが書いたのに、なんでトレミー？英語読みにした時の、ニックネームみたいなものかな。そのままで、プトレマイオスの48星座ということもあるんだ。ふーん、ガンダム00に、トレミーっていう輸送艦が出てきたよね。オッガンダム、知ってるね。あれも、正式名称はプトレマイオス。まさに、この人の名前を取ったものだろう。へぇ、そうだったんだ。ごめんなさい、また横道にそらしちゃった。いいってこと。疑問に思ったことは、何でも調べていく姿勢が大切だからな。じゃあ、まずは、オリオン座を構成する星たちの、大きさとエネルギーがすごい、ってところから行こう。うんうん。オリオン座は、明るい星が多いことで知られていて、全天に21個しかない一等星のうち、2つがオリオン座にある。一つの星座に、一等星が二つもあるのは、オリオン座だけ。それだけでも、すごいことだね。そうなんだよな。他に、五つの二等星もある。ちなみに、いろいろな目印に使われていた北極星が、二等星だな。ふーん。あのレベル以上の星が、いっぱいあるんだね。そう。じゃあ最初に、上位三つを見てみるぞ。星座の星には、アルファ、ベータ、ガンマと、ギリシャ文字で番号が付けられているんだが、第三位は、ガンマ星のベラトリクス。ベラトリクスは、ラテン語で女戦士の意味。大昔は、魚舎座アルファ星の名前だったが、13世紀にはこの星の名前となったようで、魚舎座の方は、カペラと呼ばれている。1899年、歩く百科事典と呼ばれた博物学者、リチャード・アレンは、著書の中で、ベラトリクスを、アマゾンスターと紹介している。アマゾンはギリシャ神話に出てくる、勇猛な女性ばかりの部族で、弓を引くのに邪魔になるからと、右の乳房を切り取っている。へぇ、アマゾンってそういう意味なんだ。さて、このベラトリクス。大きさは、直径が約829万6000キロで太陽の約6倍。ちなみにこれは、地球約653個分。おお、質量は太陽9個分で、表面温度は2万1000度で太陽の 3.5 倍。高度は7100倍。うわ、いきなり来たね。でも、高度って何？これが、星の放射エネルギーのこと。なるほど。そして、1億4000万キロ離れた赤色矮星と、連星系を成していると考えられている。赤色矮星に連星系？赤色矮星は、温度が低いため赤みを帯びている、小さくて軽い恒星で、連星系は、2つの恒星が、互いの重心の周りを回っているもののことだぞ。ふーん。ベラトリクスの見た目の等級は二等星。オリオンの左肩で、明るく光っている。じゃあ、次は第2位。第2位は、アルファ星のベテルギウス。オリオンの右肩で輝く一等星。分類は、半規則型偏恒星で、赤色巨星。赤色巨星は、さっきの話から考えると、温度が低いから赤みを帯びていて、巨大な星ってことだね。その通り。半規則性偏恒星っていうのは、聞いたことはないけど、
言葉から推察すると、明るさが変わるんだけど、それが、規則的だったり、不規則だったりする星ってとこかな。おお、今日は調子がいいな。へへー。ベテルギウスは、直径が太陽のなんと764倍。さっきと桁が2つも違う。これは、もし太陽のところに置いたら、木星軌道くらいにまでなる大きさ。ひえー。質量は 16.5 から19倍ほどと考えられていて、表面温度は3300度で、これは太陽の半分くらい。でも、高度は、驚きの約12万倍。またまた2桁違い。なんか、温度が高い方が、高度も高いような気がするんだけど。大きさが同じなら、当然そうだろうけど、それだけ巨大だってことだな。なるほどね。ベテルギウスは2019年から2020年にかけて、急速に減光して、二等星になってしまったんだけど、その後、また明るさを最大まで戻している。今は再び一等星になったが、今後どうなるのかはわからないんだ。ふーん。この星は逃走星という種類でもある。何かから逃げてるの？そういうわけじゃないんだが、暴走星とも言われていて、銀河の回転速度と比べて、異常なほど高速で移動している星ってこと。どこかの星系から弾き出されてきたようで、生まれたところがどこなのかは、わかっていないんだ。へえ、それもすごい話だね。まあな。さっきのベラトリクスは女戦士。じゃあ、ベテルギウスは？これは、はっきりとはわかってないんだが、アラビア語で、巨人の肩または腕、脇を表す言葉が語源らしいと言われている。ふーん、生まれと同じく、名前の由来もはっきりしないんだね。そうなんだよな。ベテルギウスは、他にも有名な役割があって、大犬座アルファ星のシリウスと、小犬座アルファ星のプロキオンと共に、冬の大三角を形成している。こういうのをアステリズムって言うんだ。冬の大三角は知ってる。でも、オリオン座の星が関わってるのは知らなかった。大犬座と小犬座は、オリオン座狩りの時にいつも連れている2匹の猟犬とも言われているぞ。それで、そばにいるんだね。さあ、それじゃあ、いよいよ第1位の発表だ。第1位は、ベータ星のリゲル。名前の由来は、アラビア語で、巨人の左の足。その名の通り、オリオンの左足で、輝きを放っている。大きさは、太陽の 78.9 倍。あれ？一桁ちっちゃくなっちゃったけど。うん。ところが質量は太陽の23倍で、ベテルギウスより重い。小さいのに重いということは、それだけ星内部の活動が活発ってことなんだ。ふーん。表面温度もベテルギウスよりずっと高い、1万2000度。そして、高度はなんとなんと、太陽の27万9000倍にもなる。うわ、ベテルギウスの2倍以上。そう。だから、地球から497光年先にあるベテルギウスより、863光年と2倍近くも遠いリゲルの方が、明るく見えるんだ。へぇ、ベテルギウスの赤色超巨星に対し、リゲルは青色超巨星。星は、温度が高いと色が青白くなっていく。つまりリゲルは、青白い炎の巨大な星ってこと。ふむふむ。でもこのリゲルも、数千万年後にはベラトリクスと同じ赤色超巨星になって、超新星爆発を起こし、生涯を閉じると言われているが、他説では、急速に大量のガスが放出されているので、数百万年後には、超新星爆発を起こすほどの質量がなくなって、白色矮星になるのではないかという研究者もいる。それ、宇宙戦艦ヤマトに出てたやつ？それは白色彗星。白色矮星は、恒星が中心核のエネルギーを使い果たし、表面のガスも放出しきった残骸のこと。残骸といっても、その密度はとても高く、太陽ほどの大きさの星だと、残った半分の重さが、地球の大きさまでに凝縮されることになる。話が大きすぎて、ちょっとイメージができないな。例えるなら、スプーン1杯で車1台分の重さってとこ。うわ、そんなに？恒星の 97% はこの最後を迎えると言われている。そしてリゲルは、明るい一つの星に見えるんだけど、実は、ベラトリクスと同じく連星。しかも、その連星の形態が複雑で珍しい。なになに？まず、主星のリゲル A と、伴星のリゲル B、シートがある30連星なんだが、伴星 B はさらに、BA と BB の2個で連星を成している。B、C は A の500分の1の明るさしかないため、望遠鏡でなければ見ることはできず、BA と BB に至っては、望遠鏡での観測も無理で、分光観測といって、光学機器で光の成分を分けて、その特徴を検出する方法でしか観測できない。BA、BB は、互いの重心を回りながら、A、C との重心をも回っているという形態だ。へぇ、とっても複雑だね。他にも、リゲル絡みの話は何かある？いろいろあるけど、じゃあ、二つだけ。ベテルギウスは冬の大三角の一つだったが、リゲルも冬のダイヤモンドというオシャレな名前のアステリズムの一員なんだ。他は、大三角のシリウスとプロキオン、双子座ベータ星のポルックス、魚舎座アルファ星のカペラ、オウシ座アルファ星のアルデバラン。
全部一等星という贅沢な六角形で、大三角はその中に入っている。へえ、それは初耳だけど、すっごく豪華だね。で、もう一つの話は？これは、ベテルギウスも関わるんだけど、和名で、リゲルを源氏星、ベテルギウスを平家星ということがある。これは、源氏の白い旗印と平家の赤い旗印から来ているんだそうだ。へえ、これも初耳。さて、オリオン座の三つの星を紹介してきたが、オリオン座には、リゲル、のように、固有の名前がついている星があと7個ある。それを見てみようと思うが、その前に、ちょっとブレイクタイム。星座には欠かせないギリシャ神話。オリオンが星座になった経緯には、主に2つの話があるんだが、その1つを紹介しよう。いいね、ギリシャ神話。その1つが、サソリの毒によるというもの。オリオンは力自慢の狩人で、自分に倒せない獣はないと慢心していた。それを天井から見た神々は、獲物を与えている神への感謝を忘れた傲慢さに怒り、最高位の女神であり、大神ゼウスの妻でもあるヘイラーが、サソリを送り込み、それに刺されてオリオンは絶命した。サソリは、その働きによって、星座として天井に上げられ、オリオンは、友のアルテミスが空に上げて星座にした。そのため、天井でもオリオンはサソリを恐れ、サソリ座がある夏にはオリオンは姿を見せず、サソリ座がいない冬の間だけ、夜空で輝いているのだという話。へえ、面白いね。もう一つは、また後でな。はい。さて、名前のある、あと7つの星だが、ここで一つ、単位を覚えてもらおう。何の単位？大きさの単位。太陽半径といって、RO と書く。文字通り、太陽の半径が基準となった単位。太陽何個分の大きさかを表すんだ。オッケー。じゃあ、その7つの星の特徴を見ていこう。はじめの3つは、オリオン座の3つ星。ベルトのところにある星だね。そう。向かって一番右が、二等星のミンタカ。名前の由来はアラビア語の、巨人の帯。大きさは 16.5RO。30連星で、アルゴル型変更星。それ、何？地球から見たとき、連星の一つが、もう一つの前を通って、明るさが変わるもの。ほうほう。また一つ賢くなった。ベルトの真ん中が、一番明るいアルニラム。同じく二等星。32.4RO。由来はアラビア語で、真珠などの連なり。部分的な膨張や収縮を繰り返す、白鳥座アルファ星型変更星。新しい言葉が、じゃんじゃん出るね。ベルトの一番左が、二等星、アルニタク。20RO。リゲルと同じ青色長巨星。名前の意味はミンタカと同じで、帯やベルト。準巨星と青色巨星を伴った30連星。連星って、結構多いんだね。うん。恒星の少なくとも4分の1は、連星ではないかと考えられているんだ。ちなみに、最高7連星まで見つかっているらしいぞ。うわ、よくぶつからないね。さて、オリオンのベルトから、3つの星でできてる探検が下げられているんだが、それを日本では、小密星と呼んでいる。三等星八差はその一番下の星で、剣の先端に当たる。この中で一番明るい。名前の出所は不明。8.3RO の青色巨星で、40連星を成していて、主星は分光連星。分光連星は、リゲルで出てきたやつだね。晩星 C は、70万年もかけて公転している。もはや、回ってるっていう感覚じゃないね。次は、オリオンの右足、二等星サイフ。由来はアラビア語の剣で、元は剣のところにある星の並びを指す言葉だったが、何かの誤りで、この星に使われるようになって、それが定着してしまったんだ。へえ、そんなこともあるんだね。22.2RO の、極超巨星または超巨星で、いずれ、超新星爆発を起こすと考えられている。構成の 97% は白色矮星で終わるんだから、残りの 3% に入る貴重な星ってことだね。そうだな。次は、輝くものとか誇らしげに更新するものという意味ではないかと言われている。三等星、メーサ。これももともとは、双子座のガンマ星隠しい星の名だったものが、何かの誤りでこの星に付けられたらしい。あら、またなの？青色巨星の主星と、青白色の主系列星の晩星による連星。主系列星？恒星が一生の大半を過ごす、安定した段階で、中心核で水素の核融合が行われているもの。ざっくり言うと、私たちの太陽の仲間ってことだな。ふーん、オリオンの顔の位置に誇らしげに光っている。さあ、最後はオリオンの左手、タビト。意味は、変わらないもの。1.64RO の主系列星で、三等星。オリオン座の多くの星が、地球から数百光年の彼方にあるのに対して、この星は26光年と、とても近い。なんか、親近感が湧くね。この星は、大きさ、重さ、高度、星の年齢が太陽と似ているので、それを公転している惑星に文明ができるための、恒星の条件は満たしている。旅と星系人に会える日が来るかもしれないね。あ、オリオン座の人だ、とかね。
だったら面白いな。さて、ここまで名前のついた10個の星を見てきたが、この他に、コンボウやライオンの毛皮の部分など、12個の構成が知られている。すごくたくさんの星でできてるんだね。そうだな。星がすごいのは分かったけど、他は何があるの？じゃあ、次は、星雲がすごいに行ってみよう。星雲って、もやもやしてるやつでしょ？まあな、宇宙空間に漂う塵やガスが、重力の影響でまとまりを保っているもので、自ら光を出すか、光を反射させるかしているものを、散光星雲。光を出さないものを、暗黒星雲という。恒星から放出されたガスでできている、惑星状星雲。さっき出てきた、超新星残骸も、星雲の仲間だな。ふーん。観測技術が発達していなかった頃は、銀河も星雲と呼ばれていた。アンドロメダ大星雲、とかな。あ、それ聞いたことがあるよ。でも、星座と星雲は関係ないでしょ？もちろん別物だが、つまり、星座のあるところに星雲も重なって見えるってこと。オリオン座には、これも多いんだ。なるほど。じゃあ、その主なものを紹介するぞ。まずは、M42 星雲、またの名オリオン大星雲という三光星雲。小密星のあたりにあって、明るい星雲の一つで、肉眼でも見える。地球から1300光年の距離にあって、直径が約20光年もあるんだ。そんなに大きいんだ。望遠鏡を使えば、トラペジウムという、若い星の集まりを見ることもできるぞ。へぇ。次は、M43 星雲。M42 の北側にある、暗くて小さな三光星雲。M42 の一部分が分かれて見えるもので、1731年にこれを発見した人の名前を取って、ドメランの星雲とも呼ばれている。星雲に自分の名前がつくって、なんか、壮大な感じ。そして、多分この中で一番有名な、馬頭星雲。三つ星の東側にある、暗黒星雲で、数ある星雲の中で見ても、かなり有名なもの。地球から1500光年先にあって、直径は7光年ほど。その名の通り、馬の頭に似ている。明るい光を背景に、黒い馬が浮かんでるやつだね。そう、1888年に、ハーバード大学天文台の観測によって発見された。そんなに大昔じゃないんだね。次の星雲は、NGC2024 星雲。あれ？記号が変わったけど。うん。星雲のナンバリングには主に2種類あって、一つは、18世紀、フランスの天文学者、シャルル・メシエが作った、メシエカタログによるもので、メシエの M から始まるもの。もう一つは、19世紀、天王星を発見したイギリスの天文学者、ジョン・ハーシェルの、ジェネラルカタログを造補した、ニュージェネラルカタログのもので、当時後の NGC から始まるもの、ってことなんだ。なるほどね。で、NGC2024 だが、馬頭星雲の北東方向にあり、メラメラと燃える炎のように見えることから、火炎星雲と呼ばれている。わお。そして、超新星残骸で、三光星雲の、バーナードループ。番号がないね。さっきのとはまた違う種類の番号があるんだけど、アメリカの天文学者、エドワード・バーナードが、1895年に発見して、この名前で知られているんだ。ふーん、1600光年の距離にあって、直径はなんと300光年、オリオン座を丸々覆っている。でも、そんなの目にしたことがないけど。残念ながら、これは肉眼では見えない。カメラの長時間露光では、明るく映すことができるぞ。ふーん、さて、最後にもう一つ。三つ星の東側にある三光星雲で、他の星の光を反射して光る、反射星雲。反射星雲の中では、最も明るいものの一つ。で、この星雲の名前を聞いたら驚くぞ。なになに？それは、M78 星雲。ウルトラマンの故郷じゃない？そう。なんと、ウルトラマンは、オリオン座から来たらしい。残念ながら、ウルトラの星は、今のところ見つかっていないけどな。さあ、いよいよ最後のすごいだが、流星群がすごい。だぜ。流星群って、短時間にバンバン流れ星が見られるやつだよね。そう、流星は地球に落ちてきた塵の粒が、大気との摩擦で高温になって、光を発するんだが、流星群は、彗星が地球軌道上に残した無数の塵の中を、地球が通るときに、その現象が起きるもの。だから、毎年同じ時期に、同じ流星群が見られるんだ。なるほどね。それがオリオン座方向に見えるので、オリオン座流星群って言うんだけど、コンボウを持っているオリオンの右手あたりから、四方八方に流星が広がり飛んでくるんだ。まるで、オリオンが地球に向かって、星を投げ込んでいるように、1時間に、15個ほどの流星が見られるんだ。ふむふむ、オリオン座流星群は、かの有名な、ハレー彗星が残したもの。ハレー彗星は、約75年周期で地球に接近するので、運が良ければ、一生に二度見られる人もいる。前回来たのは、1986年2月。
次回は、2061年7月に出現すると予想されている。ほうほう。ところで、オリオン座流星群って、いつ見られるの？毎年、だいたい10月の上旬から、11月の上旬に見られるんだが、極大といって、その日の前後に一番たくさん見える日がある。今話をしている2023年は、10月2日から11月7日に活発になって、10月22日に極大を迎える。あら、もう過ぎちゃったね。そうなんだよな。来年は10月21日が極大日なんだが、ほぼ満月の月が出ているので、最良の条件とは言えないけど、冬の大三角や、火星、木星、土星なども出ていて、美しい天体が彩る夜空を見られるだろう。そっか。覚えておいて、必ず見よっと。さて、このように、オリオン座はいくつもの巨大でエネルギーが高く明るい星があって、肉眼でもくっきりと見ることができるし、複数の星雲もあるし、それに、流星群まで用意されていて、なんとも贅沢な星座なんだ。ウルトラマンもいるしね。とにかく、すごい星座だってことが、わかってもらえたかな。もちろん、よくわかったよ。それじゃあ最後に、オリオン座の神話をもう一つ話そう。せっかくだから、物語風に話して。いいぞ。じゃあ、セリフのところは霊夢が担当な。オッケー。では、怪人ポセイドンにオリオンという息子がおりました。オリオンは怪力を持った狩りの名人で、ポセイドンから、海の上を歩く力も授かっていました。俺にかかったらどんな獣でも、倒せないものはないぞ。と、オリオンは、得意満面です。ある時オリオンは、キオス国の王、オイノピオンのところに滞在しておりました。オイノピオンはメローペという女を気に入っておりましたが、オリオンはそのメローペに思いを寄せ、メローペを森に誘い、あのライオンを、素手で仕留めてみせましょう。と言うと、本当に素手でライオンを倒し、その皮を、メローペに送りました。それを知ったオイノピオンは面白くありません。おのれ、オリオンめ。オイノピオンは契約をめぐらせ、オリオンを酒に酔わせて、眠り込んだところを、家来たちに襲わせました。うわ、気づいた時は、時すでに遅く、家来は、眠り込んだオリオンの目を焼け火箸で潰し、彼を海岸に投げ捨てました。さすがの剛腕オリオンも、こうなってしまっては、どうしようもありません。オリオンは大神ゼウスに祈ります。ゼウス様、今までの思い上がりを悔い改めます。どうか、この目を元に戻してください。哀れに思ったゼウスは、オリオンを暁の女神、エオースの元へ送りました。この暁の光を浴びせて、あなたの目を直してあげましょう。エオースの柔らかな光を浴びたオリオンの目は、立ちどころに目が見えるようになりました。すっかり回復したオリオンは、いつものように森で狩りをしておりました。その姿を、狩りと月と純潔の女神、アルテミスが認めました。なんと惜しい姿でしょう。アルテミスは、すっかりオリオンを気に入り、二人は恋に落ち、共に狩りをするようになりました。その関係に猛反対をしたのが、アルテミスの兄で、芸術、牧畜、工業の神のアポロンでした。アポロンはアルテミスを諭します。アルテミスよ、オリオンは乱暴なところがある。それにお前は純潔の神だ。あやつと一緒になることは、許されないぞ。しかし、アルテミスは全く耳を貸しません。どうしても二人を引き離したいアポロンは一計を案じます。ある日、アルテミスを伴って森に来たアポロンは、遠くの川を渡る金色の光を指差し、言いました。いくら弓の名手のお前でも、あの遠くに見える金色の鹿を射ることはできまい。それを聞いたアルテミスは、お兄様、私の腕前を侮っておいでですわね。夕が早いか、アルテミスは矢を放ち、正確に的を射抜きました。獲物は川に流され、川岸に打ち上げられました。獲物を確認しに行ったアルテミスは、叫び声を上げ、その場に崩れてしまいました。そこに横たわっていたのは、なんと愛するオリオンだったのです。アポロンは、川を渡っているオリオンに光明を当て、金色に光らせていたのでした。悲嘆に暮れたアルテミスは、父である大神ゼウスに、せめて、オリオンを天井に上げてください。そうすれば、私が銀の車で夜空を行くとき、彼に会いましょう。と、お願いしました。ゼウスはそれを聞き入れ、オリオンは星座として夜空に輝くこととなりました。それで、月、つまりアルテミスはそこを通るときだけ、オリオンと会えるのだと言い伝えられています。おしまい。お、泣ける。やっぱりいいね、ギリシャ神話。オリオン座は知ってたけど、今日の話で、ちゃんと見てみたいと思ったな。見える時間や方角を調べて、ぜひ見てみてくれよな。ステラシアーターウェブっていうサイトがおすすめだぞ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。